オビカを起こした、ワイシアヒーリアンターズの頭鼻耐火を起こし、本来腕部デブとなるところが長短になった弁形中耐火は植物で見られる危険である。綴りか、石化などとも言う。オビカは、煙草、タバコ、ジャガイモ、イチゴ、アスパラガス、トウモロコシなど、農作物で多くの事例が報告されている。また、多肉植物でもよく見られる。おびは、 植物の形状にある成長点で、長短分裂組織に異常が生じることで起こり、茎や根、果実、花などが垂直に伸長したり、リボン状に平坦になるといった外見的な変形が見られる。また、比較的稀にではあるが、家系の先端がコップ状に凹む臨場体化を生じる場合もある。帯化が確認されている植物は800種以上にも、上り、特に、 キクカ、アブラナカ、ナデシコカの種で多く見られる。しかし、水生植物でオビカが確認された種は、ほとんどない。また、系統のように、もともとは、奇形として生じた花のオビカが、遺伝的に固定され、種の特徴となっている場合もある。オビカは、分裂組織の突然変異や、遺伝的な原因のほか、細菌の感染や昆虫、 ダニなどによる障害を受けることで生じるとされる。例えば、グラム陽性菌の一種であるロドコッカスファシアンスの感染が多くの植物でオビカを引き起こす原因として知られている。また、イチゴの場合、花粉機能の低下や重粉量の不足が花や果実のオビカを起こす原因となっていることが知られる。作物や園芸植物に発生するオビカは果実の危形などをもたらして、 商品価値を下げることにつながるため、その原因や対策について研究が進められている。特に細菌などが原因で起こるオービ化については、その防除が経済的に重要とされている。一方、園芸植物の分野では独自の干渉価値を見出される場合もある。古典園芸植物の松葉蘭は葉も花も付けずく木しかない植物であり、石化を含めた形の変化が重視された。 サボテンなどの多肉植物では、オビカによる気形が生じた個体を栽培し、その珍しい形態を楽しむ愛好家もいる。多肉植物は害して株分けが容易であることから、品種として固定され、ゴーラムのように大いに普及している例もある。その他、通常の草木でも、石化やなぎなどが生け花に利用される。海外では、石化すぎが珍重されているという、ありがとうございます。